テレビ朝日スポーツ公式 YouTube チャンネルは7日より鳥取県の3会場で行われる第67回全日本社会人バドミントン選手権大会の綿菓子ペア渡辺裕太と東野有紗の新パートナーと組んで出場する2試合を生配信する写真ガチ美少女とネット創然バド渡辺裕太18歳新パートナー綿菓子ペアは日本バドミントン開発となる オリンピック2大会連続のメダル獲得をはじめ、混合ダブルスで3度の全英オープン優勝や世界バドミントン4大会連続のメダルなど、数多くの快挙を成し遂げてきた。パリ五輪後は、ペアの会消とそれぞれの結婚を発表し、互いに新たなステージを歩み始めている。渡辺は、誰にでもチャンスがあるという混合ダブルスで、田口真彩、田口真彩と指導。 田口は2005年生まれの18歳で世界ジュニアの女子ダブルスで金メダルを獲得するなど、ジュニア時代から活躍している。165センチと長身で、アピールポイントはスピード。また、渡辺と同じ左利きでダブルスでは珍しい、左、左のペアとなる。インスタグラムはすでに18万人を超えるフォロワーがおり、若くして注目を集める選手だ。 今大会のトーナメント表に名前が記されるとネット上では、ガチで美少女、めっちゃ可愛くてびっくりした。マジでアイドル、本格的に世間にバレるななどの声が上がっていた。一方の東野は昨年全日本総合で優勝している桜本綾子、桜本綾子と再出発。4年後のロス五輪を目指し、新しい挑戦として女子ダブルスで桜本選手と組んでいこうと思っているので、 厳しい挑戦になるとは思うけど、ロス五輪を目指して頑張っていきたいと話している。渡辺の登場する試合は7日午後4時30分ごろから、東野が登場する試合は8日午前11時ごろから配信される。7日午後2時現在、同 YouTube チャンネルでは試合を見ようとファンが待機している。